はい、今回はですね、東京五輪の開会式の視聴率がですね、あまりにも低すぎて問題になっていますので紹介します。こちらはですね、ロイターの記事を紹介します。アメリカ NBC テレビが実況中継した東京五輪の開会式について、アメリカ内で視聴した人数は過去33年の五輪で最低となる1670万人だったことが分かった。 NBC ユニバーサルが24日発表した。 NBC オリンピックス .com と NBC スポーツのアプリなど、テレビ以外のすべてのプラットフォームを含む視聴者は1700万人だった。開会式のストリーミング中継の視聴者数は2018年平昌五輪からは 76%、 16年リオデジャネイロ五輪からは 72% 増加するなど、人々の視聴習慣の変化が反映されているというのでですね、ストリーミング中継の視聴者数が増えているとはいえ、それを足してもですね、過去最低ですからね。しかもこの視聴者数がですね、これまでの記録を大幅に下回っての過去最低記録となってしまっています。これ後ほどちょっと紹介しますね。今回の東京五輪、日本で開催されるから日本にいる人たちはですね、盛り上がりをですね、感じる場面あるかもしれませんけども、新型コロナウイルスの影響もあってですね、世界的に見るとかなり注目度が下がってしまった世界イベントになってしまっているようですと。で、実際にですね、過去と比べてどのぐらいひどい視聴者数だったのかという話なんですけども、こちらですね、続きの記事を紹介します。ニールセンデータによると、過去33年の夏季五輪の開会式でこれまで視聴者数が最も少なかったのは、1992年バルセロナ五輪の2160万人、1988年ソウル五輪は2270万人だったっていうので、ということはですね、先ほどのネットも含めた視聴者数が1700万人でしたので、今までの記録を 20% 以上も下回るですね、記録になってしまっていますと。で、こういうのって少しずつ記録を更新していくものだと思いますけども、この減り方ですね、もうさすがにひどすぎるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、それから時差の関係で、東京はアメリカ東部時間よりも13時間早く、NBC は開会式を史上初めて午前に生中継し、6時55分から放送した。さらに録画を午後7時30分から放映し、番組内で NBC は新型コロナウイルス感染拡大の影響が出ているとの見方を示したというのでですね、主な原因は放送時間が朝だったからというところが大きいようですけども、それでも低すぎると思いますよね。こういう結果だとやっぱり NBC もかなりオリンピックに関しては強い権力持ってますので、今後ですね、今後オリンピック周知しなくていいんですけども、日本でやっぱ周知しない方がいいんじゃないかっていう声がですね、出かねませんよね。やっぱ日本でやっても視聴率取れないし、日本でやらない方がいいんじゃないかっていうのがですね、世界的にも言われてしまうんじゃないかなと思いますよね、こういう結果ですと。今回ですね、開会式をやる時間ですね、その時間が問題だったということなんですけども、アメリカにも気を使って、わざわざアメリカ選手団の入場時間を後ろにずらしてたわけじゃないですか。で、アメリカの選手の入場はですね、別に朝の7時とかではないんですよね、でも。コロナの影響で五輪への関心が薄まっている一方でですね、コロナでいい影響もあったはずで、人が自粛をして家にいたりしますよね。そうすると家でテレビ見れる状況にあった人はですね、多いはずなんですけどね。テレビ離れっていうのも今回の原因の一つじゃないかなとは思いますけどね。コロナでより一層このテレビからネットへのシフトっていうのが進んだと思うんですよね。そういったところがまさに反映された結果でもあるんじゃないかなとは思ってます。で、別にですね、これ生放送を見れなくても後で見たいシーンだけネットで見ればいいやっていう人も増えてるんじゃないかなと思いますよ。非常に長いですね、開会式になりましたし、一人なんかスピーチすごい長い20分ぐらいスピーチする人いましたけども、そういう影響もあるんじゃないかなとは思いますよね。はい。で、今回ですね、アメリカに忖度してわざわざアメリカの選手団のですね、入場時間遅らせていたわけですけども、主な理由としてはですね、放映権のお話がありますよね。で、こちらですね、毎日新聞が紹介してくださっていたので、ちょっとこちらの記事紹介したいと思います。新型コロナウイルスの影響で延期となった東京五輪も簡素化が謳われたが、 IOC は開会式に手を加えることは認めなかった。トーマス・バッハ会長は、開会式は開催国のショーケースで形式は残すべきだ、選手の体験も手をつけるべきではないとの主張を譲らなかった。背景にはアメリカ放送大手 NBC ユニバーサルの存在がある。
同社が支払う放映権料は14年ソチ冬季五輪から32年ブリスベン五輪までの10大会で総額約120億3000万ドル、日本円で約1兆3000億円に上るというのでですね、さすがに1兆円以上のお金が動いてしまえばですね、もう言うこと聞かざるを得ないですし、忖度もせざるを得ないですよね。IOC にとって一番大事なのはやっぱお金ですからね。はい。それから入場行進をめぐり、今回は今後の開催国が最終盤に登場する方式に変更されたと。最後の参加国は28年ロサンゼルス五輪のアメリカ、24年パリ五輪のフランス、そして開催国の日本。今後の開催国を引き立てる演出に見えるが、多額の放映権料を支払うアメリカテレビ局の意向が働いたとされる。アメリカが早々と入場行進を終えたら、視聴者がチャンネルを変える恐れがあるからだっていうのでですね、この順番の変え方と表向きの順番を変えた理由はですね、ちょっとすごいですよね。よく思いついたなと、こんなこと。アメリカだけ後ろにずらすと、明らかなこれ違和感が生まれてしまいますし、世界がざわつきますからね。なんでアメリカだけ後ろなんだって。それでちょっとフランスも犠牲にしてしまうと。いかにバレないように、違和感ないようにした結果が、今後の開催地の国を同時に後ろにずらすという、荒技なんですけども、本当こういうことだけ思いつくの、すごい得意ですよね。はい。今回の事件についてですね、皆さんどのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でどしどしコメントいただけると嬉しいです。それからですね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いします。今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。